はい、どうも、しょい TV です。本日はね、まあグランド来てるんですけど、ちょっと個人的に直したいところがあって。お腹ですかね。お腹直したくてグランド来るやついるか。それもありますよ。お腹直して、お腹直してて、お腹ね。お腹痛い。じゃあお腹が出てくかんね。引っ込みたいっすよ。はい、それもありますけど。じゃあ、人にめちゃくちゃ、食わせて人をデブにさせようとするっていうのも直した方がいいかなと思うんだよね。それは愛なんで。泣きながら食ってんだこっちは。いやいや、そんなことない。あ、分かった分かった、人の飲み物に勝手にお酢入れること。それはボナールさんと、打ち合わせして決めたことなんで。完全に直した方がいい。俺の悪いことじゃないです。違います。はい、で今回は何を直したいかというと、ピッチングのフォームです。あー、はい、翔平ピッチングのフォームを変えます。はいはいはい、はい、で僕の悪いところって、まあ、簡単に言うと、こう構えるじゃないですか。足を上げた後に体ごとこうひねるんですよ。うん、で俺さ、肘が低いんですよ。肩やってから上がんなくなっちゃって。はいはいはい、投げるときは普通にこう上がるけど、投げるときは上がんないですよっていう状況になってて、でこう自分のこうピッチングフォームを見ていくと、まあ、ひねるんですよ。ひねる動作はいいんだけど、ひねる動作をしてちゃんと戻せてればいいんですよ。はいはいはい、けど戻しきれてない。あ、戻しきれてない状態でも踏み込んでるから、腕が超遅れて出てくるんですよ。それ多分肩がこう痛いなっていう原因かなと思ってるんですよね。なので今回はピッチングフォームを改善、はい、肩が痛くならないフォームを見つけて覚えていきたいなっていう感じで。はい、はい、まあ基本的には打者に胸見せたら終わりっていうんで、まっすぐな状態で投げたいなっていう、まあ、はい、最後の最後に本当に投げ切るぐらいでやっと胸が見えるぐらいって言います。そうだね、そうだね。だからひねってもいいんだけど、ひねってもこう投げる時にはもうまっすぐなってなきゃいけない。うん、俺の場合はなってないですよ。ギリギリまでこうやってなってないですよ。後ろ向いて、はいはい、肘がこうね、右肘がこう入りすぎてこうやって、だから結局踏み込んでも出てこないんですよ。で、こうやってこう来るんだよね。まあ無理に出そうとするから体に負荷がかかる。そう、だから肘をこう出しやすくするために、戻せないんだったらもうひねるのやめて、このままの方が肩負担ないんじゃねえかって。オーバーに言うと山本由伸投手みたいな。そうだね、そういう感じです。はい、なんでちょっとそれをちょっとやっていきたいなと思います。はい、はい、これでもし肩がこういってたらいいよね。はい、ひねらないで、なんかね、ね、今日投げれそうだな。どちらかというと千賀投手もそうっすよね。今日なんか良くない球。あと気圧がいいんじゃないですか。自分も今日肩大丈夫です。何ともないけど。今日はなんか状態だけだね。うん、まだ。はい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 、だいぶ違い分かります。違う、でも普段見てない人からしたら、普段、まあ、自分がっつり見てるじゃないですか。はい、それ受けてるからね。場合によったら些細な変化って見られてもおかしくないぐらいの。今日やばいと思う。今日ガチじゃない？ブシッと来る。来るよね。
通信部。通信部。通信部はあんま変わってないです。何でしょ今の。スライダー？カットボール。まあそっち系の軌道ながらと思ってる。ありかもしれない。あと新選手作るんだここで。企画変わってくるんですよ。ホームでやっぱさ見やすいとかあるじゃん。うん。それがどうなるか。あとは。ああもうスライダー来るかと思った。まずこれね。今のね。はいはい。でひねるよ。ホーム。あ、見えづらさはやっぱひねった方が、それはもちろん。ただフォームで変わるかどうか分かんないですけど、この分の時間ロスで相手に余裕でできるじゃないですか。まあね、そこは変わるのかもしれないですけど。かもしれない。またまっすぐで。はい。違う、今日もね、違う、そもそもまっすぐが動く。うん、なんかいつもより早い気がする。あ、やべ、めっちゃ精度してるわ。うわっ、うわっ、うわ、怖っ。めっちゃシュートするでしょ。なんかめっちゃ曲がってるし。うん、ね、あー、えぐい、えぐい、えぐい、右曲がりしたって今。えぐい。はい、というわけで、やってまいりました。どうですかね、まあ、今までやってきたフォームじゃないフォームでやったんで、なんかちょっとまあ違和感はありました、正直ね。で、まあ、開かないでこうまっすぐでこう投げる系だと、なんか下半身が自分的にあんま使えてなかったな、意識があるんで、この状態のフォームで下半身が使える練習をね、今後していきたいと思います。はい、まあ、ひねる方法と、まあ、ひねってちゃんとね、戻す状態で投げる方法、もしくはひねらずにこう、なんですかね、この胸はこのそのままで、そのそっから下をこうひねる方法ってあると思うんですよね、まあ、竹トラックみたいな、ね、大方法もいいと思うんで、まあ、いろいろちょっと試してみたいと思います。はい、まあ、それで肩が治れば本当にいいと思うんで、今後ともやっていきたいと思います。それでは、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、あざしょ。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタンプの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。君だ。